さあここからなんですけれども、そろそろ行きましょうか。ここからですね、お正月ということで、まあ、表情筋、いろんなものを鍛えました、まあ、表情、顔つながりということでお正月のお遊び、福笑いゲームでございます。さあそれではお持ちください、スタッフの皆さんで。はい、これは、2セットあるの？2セット、はい。じゃあですね、これが見本です。この大石さんが、大石さんが見本でございます。この顔に近づけていただきたいと思いますけれども、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。いいですか、じゃあ前にね置いていただいて、で目隠しも、あ、目隠し、これ目隠しかよこの眼鏡がいいね、大門警部っぽくて、これ、ね、で、これ一つしかないので順番にやっていただきたいと思いますけれども、まあ、じゃあですね、じゃあ、マキコさんからいきますか。どうですか、先生から、先生から、こういうね、お遊び、ね、先生、今までやったことないでしょ。一回もないです。ないですよね、はい。どんどん汚れていきましょうどんどん汚れていきましょう、月一セントラル TV 、僕ずっと汚れっぱなしですからね。いや、いいんです、いいんです。じゃあもう、まさかこの眼鏡をかけるとはというね、そうですね、雰囲気もあるでしょう。ただ、ご覧いただいている方、僕も含めてスタッフも含めて楽しみにしてますぜひかけてやってください。最初で最後ということでいいじゃないですか、いいじゃないですか、見えませんね。そうですね、全く見えないですね。いいですね。でもね、流行るかもしれない、このサングラス。流行りますねいいですよ、いいですよ。じゃあ手元にね、今お茶がちょっとあるので気をつけてくださいよ。はい、はい、さあ今ですね、今手元ちょっと触ってください。下にありますね。わかんないです、これですね。そうです、そうです、いろんなものがあります、お目目があったりとか、角があったりとか、またはですね、あの大石さんのこれ側の正解になってるんですけども、これに近づけるために、これって福笑いってアドバイスするんだっけ、俺らが勝手にやるの、勝手にやるんですよね。ああ、じゃあ、ね、何か今触ってるものは何かって分かります？全然分からない。全然分からないですよね。そのままで言いましょう。え、これもですか？これも、そう、それはとあるところでございます。本当に分からないです。じゃあヒントですよ、じゃあちょっとお手手をちょっと触りますけれども、はい、ここが牛の頭と考えてください、ここが、はい、で、このまま下に行くとここがほっぺです、こっちもほっぺです、はい、この辺がほっぺ、ってなると、おのずとどこを何を持っていけばいいのかっていうのがね、だんだん出てくる。これなんですかね。それはね、ちなみにね、角です。ヒント、角。もう本当にわからないです。ほう、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、大丈夫ですよ。それも角でございます。あ、違う、それも角ですかね、はい、はい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 おい、つかちゃんもなんかいろいろアドバイスしてよ。はい、これは、はい、それは、輪っかです。じゃあこうですね、輪っか、はいはい、輪っかね、はいはい、いいんじゃないですか、まあ、すごい変な顔になった方にはもうお年玉あげますんでね、僕がね、はい、それは何だろう、今右手に持ったものは目ですね。お目目でございます、これが分かった。ほう、そこ行った、はい、そこ行った、はあ、これ意外と面白いですね。あ、そこ行った、ね、ね、なるほどなるほど。これは何ですか？これはね、お耳でございます。かわいい、お耳でございます、はい、かわいい、はい、できました。かわいい、かわいいですね、かわいいですね。じゃあ開いていただいて、いやなんか架空の動物みたいになってます。いいです、いいですよ。難しかったですね。この辺がね、ね、ずれてますね。いいんです、いいんです。なるほど、なるほど。結構難しいもんだね。はい、いいよ、じゃあ次はつかさんですよ。はい、はい、さあ、また似合うやろな、つか、こういうのああ、つか、瞳瞳の上に瞳でございますよ。はい、お、いいじゃん。あ、見えません。見えないね、見えないですね。はい、じゃあちょっと下にね、いろいろのこれまた部品が置いてあります。はい、はい、さっき先生みたいにちょっと手で触っていただいて、そう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 、そこにいろんなものがありますよ。耳やら、斑点やら、お目目やら、角やら。いいですか？いいですよ。大体わかる？ちょっと待ってよ、これね、ここが頭ね、この辺が頭、ここが頭、これ、ここが頭で、ここは左のほっぺ、右のほっぺ、顎って考えて、はい、ですか？はい、いっちゃってください。今と持ったのは何だか分かります？目、目、おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、そこ行った、はい、行った、はい、行った、これ、これは、それはね、斑点ですね。
大きさの反対のことですよ。こうか。そうそう、なるほど。ファイターね、言いましたね、チャレンジャーですね、割とね。それ何だろう、わかります？輪っか。あ、輪っかね、はい。こう逆だな。こうですね。そうだね、うん、方角的にはそうだね、方向はね、そうだね、はい。ほう、ほう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 、偉いとこ言いましたね、いいじゃないですか、はい。それ耳ね、それ耳でございますよ。おおなるほど、はいはいはい。いや、これはね、不思議だね。はい、そうですか。はい、それも、これ何だか分かります？え、それ耳でございます。反対ですね。それ耳ですね、そうですね。はい。ほう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 。ほう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 。まだあります？はい、まだありますよ。まだ、あの、角と目が残ってます。これ角ですね。はい、それ角ですね。ほう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 、はいはいはい、そしてもう一個角でございます。さあ、それはどこに持っていくか。おお、なるほどね。さあ、最後アイテムは、お目目でございます。はい、お目目をどこにつけるか。おお、なるほど、オセロみたいになりましたね。オセロみたいに、あの、白に変わるみたいなね、感じになりましたが、さあ、取っていただきましょう。なんだこりゃ。でもこれ不思議だよね。二人とも共通してたのは、あの、耳をね、やっぱりね、枠の外に置くんだよね。遠いところだってやっぱり意識があるんでしょうよ、これ不思議と。じゃあ完成品をですね、これ、あの、正面にね、カメラの方に向けていただきます。はい、耳はこの辺にありましたね、ね、そして、これ何ですか、塚さん。これ何ですか、何ですか。目の上にこれ置いてたのね。これじゃぐるーっと変え、あ、これね、返させてもらいますけども、これはもう見ての通りでしょう。しっかりとこれ表情になってますからね。そうですね、若干ね。さあ、罰ゲームということで、そんな、残念な仕上がりになりました塚ひとみさんにはですね、僕からお年玉プレゼントです。4つあります、4つあります。で、これ4つの中から1つ選んでいただいて、まあ、あの、新年でございますんでね、まあ、プレゼントしようではないかと。はい、どうぞ。どれがいいですか。これで。お、中いった。はい、じゃあ中を開けてください。開いてください。入ってるかな。入っとるね。これ何でしょうか。開いていただいて。あれじゃないですね。何でしょう。振り向いて極上の笑顔、スマイル。なるほど。ということで、罰ゲームとしましてはですね、お年玉袋に入っておりました、振り向いて極上の笑顔をカメラに向かってしていただきたいと思います。さあ、ここから、ここは得意でしょう。今日はいろいろと表情、顔のね、筋肉の話も先生からいただきました。それを加味していただいて、踏まえてね、振り向いて極上の笑顔でございます。塚ひとみ2009新年バージョン、着物を着て、なかなかこんなシチュエーションもないでしょうしね。ただ後ろ向いて、今一つ残念なのが、ここに洗濯バサミがあるっていうね、そこは無視していただいていいんじゃないでしょうか。それではいきましょう。振り向いて極上の笑顔でございます、スカイ一人バージョン、どうぞ。笑ってねえじゃん。笑って、あ、今のがね、極上の笑顔。なるほどなるほど、はい。ということで、まあ、不笑いっていうのは結構難しいもんですね。まあね。さあ、ということで、表情のこととかね、いろいろと顔の筋肉なんていうことは、お話聞きましたけども、でも、まあ、新年で新しい表情作りなんていうのはいいと思いますよね。そうですね。だって1年の始まりに笑顔でも変えられなかったりとかすると結構それ辛いじゃないですか、はい、そういう部分でもね、いい笑顔で過ごしていきたいなと思いますが、さあ